アストルガ司教館は、スペインカスティーリアイレオン州レオン県アストルガにある建築物。サンチャゴデコンポステーラへの巡礼道にある。現在は宗教美術博物館として使用されている。設計は、カタルーニャ人建築家のアントニガウディであり、1889年から1913年にかけて建築された。ゴシックリバイバル建築であり、 当時のカタルーニャ地方で流行したムダルニスマの影響を受けている。カタルーニャ地方外にある三つしかないガウディ建築のうちの一つである。1969年7月24日にはスペインの重要文化財に指定された。設計者のアントニガウディ19世紀の火災によってそれまでの死教観が破壊されると、 ジョアンバプティスタ・グラウィ・バリエスピノス・アストルガ司教は、友人であるアントニー・ガウディに、新しい司教官の設計を依頼することを決めた。二人が友人となったのは、グラウ司教が、タラゴナ大司教区の司教だった時であり、この時にはガウディが高い祭壇の教会を、設計している。ガウディが委託を受けた時、彼は、バルセロナのグエルテの仕事に取り掛かっており、地形や地域を視察するために、 アストルガへ赴むくことができなかった。そのためガウディはアストルガ司教官の設計を行うためにクラウ司教に対して写真を送るよう依頼した。ガウディが設計図をクラウ司教に送り、それが承認されたのは1889年2月である。1890年7月には礎石が置かれた。なお1891年から1892年にかけてガウディは レオン県のケントレオンで傘ボティネスを設計している。アストルガ市教館の内部レオン県、エルビエルソ地域で産出された灰色の花崗岩で作られた建物は、特にアストルガ大聖堂を含む、この地域の建築に調和する新中世の様式である。しかし、ガウディは、キャリア後期に典型的ないくつかの要素もある。 ガウディはファサードに装飾するための高さ5メートルの天使像を考案したが、天使像が付け加えられることはなかった。ファサードには4つの円筒形の塔があり、溝に囲まれている。1893年にグラウシ教が死去すると、ガウディは議会との意見の相違から辞任し、建設は数年間にわたって中断された。しかしこの宮殿は、 1907年から1915年にかけてリカルドガルシア・ゲレタによって完成された。1930年代後半のスペイン内戦の間、建物はファランヘイ島の地元支部として役立った。1956年、カタルーニャ人建築家のジョゼップ・カステートルとは修復作業を開始し、建物を司教の邸宅として適用させた。その後、 マルセロ・ゴンサレス・マルティン司教はこの司教官をサンティアゴ・でコンポステーラの巡礼路に捧げられた宗教美術博物館に転換させた。ありがとうございます。